皆さんどうもこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。まあね、最近あったかくなってきてね、非常にもう家でもね、外でも半袖です。まあね、やっぱね、夏といえばアコギですよね。結構アウトドアの季節になってくるので、外でアコギを弾いてみんなで歌ってとか、そういったことで盛り上がることもできるんじゃないかなと思います。で、まあ、なんで今日はね、アコギを使ってプチレッスンというか、一つのお話をしたいなと思っているんですけれども、今日教えていくのは、題名にもある通り、なんかいいウォーミングアップフレーズないっすかって言われた時に、教えるウォーミングアップフレーズです。まあ、ちょっとね、内容としては上級、かなと思うんですけれども、まあ、ぜひ初心者のこともね、ちょっと見てもらいたいなと思います。よくね、教則本であったりだとか、いろんなギターの雑誌に、まあ、ウォーミングアップはこれをやれみたいな、ものがあったりすると思うんですけれども、まあ、一番多いのはこのクロマチック運動。これね、クロマチック運動って言って、1、2、3、4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 、こういうような、1フレットから半音ずつ上がって、右手はオルタネートピッキングで弦もっていう風に弾けよっていうような、エクササイズです。まあ、これも、まあ、僕もよくやるんですよ。みたいなことでよくやったりするんですけど、ぶっちゃけ僕このね、練習あんま好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、音楽的じゃない、なんかメロディアスじゃなくないですか、これ。こうやってやると、まあ、ちょっと変態チックなね、あの音楽的にはなるのかなと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけ弾いててあんま面白くないんですよね。マンバチの飛行みたいなね、そういった曲もあったりするんですけれども、まあ、なんで僕のレッスンはあまりこれおすすめしないんですよ。まあ、それだったらドレミファソラシド、みたいな、これやっぱ音階、音楽的な音階を、弾いた方が、まあ弾いてても楽しいというか、まあ、音楽的な、ウォーミングアップなのかなっていうふうに思うんですよね。で、こういったものもよくおすすめしてます。ドレミファソラシドをひたすらいろんなところで弾く、失礼とか、こういうのね。で、右手は基本オルタネートピッキング、これを絶対守ってほしいと思います。で、これでやっぱなんかね、慣れてない人だとやっぱエコノミーに勝手になったりとか、ダウンダウンとかアップアップっていうことで、オルタネートのこのね、ダウンアップっていうのがひっくり返っちゃう人が結構多いので、そういう人は本当にゆっくりやってください。これぐらい、これっていうのは結構、なんだろう、まあ、頭と体をしっかりとリンクさせて練習する方法なんですね。多分あのオルタネイトでやろうと思っているのに、エコノミーになっちゃう人っていうのは無意識で弾いてることが多いんですね。で、自分がどこでエコノミーになったかっていうのも案外分かってないことが多いんですけれども、ちゃんと意識するっていうことが大事です。練習も無意識に何でもやってしまうと練習にはなりません。で、ちゃんと意識してダウンアップ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 、で、ちゃんと今自分はダウンで弾いてて、ここの音、どの音を出してるんだとか、ダウンでレの音を出してるんだっていうのを、体と頭をしっかりとリンクをさせて練習するっていうことがギターは大事です。まあ、他の楽器もそうだと思うんですけれども、なので、できない場合はやっぱりゆっくり、ゆっくりやってもまたできない場合はもっとゆっくりっていうような形でどんどんゆっくりしていく。してもね、焦っちゃいますよね。気持ちはすごい分かりますが、焦りが一番上達への遠回りになるので、ゆっくり弾くっていうことが上達への近道
です。なので、大変辛いとは思うんですけれども、ゆっくりやってみてほしいかなと思います。まあこういったねドレミファソラシドもそうなんですけれども、ちょっと上級編という話をしたので、どんなことをするかというと、僕ねよくコードトーンの練習するんですよ。まあよくね使われる、まあメジャーマイナーは今回置いといて、マイナーセブンとかセブンス、あとはメジャーセブンというような声とか、メジャーセブン、これセブンスとか、こういったそれぞれのコードのコードトーンをアルペジオで弾くっていう練習をしています。まあ今今回ね C マイナー、 C を基準に考えて C マイナーセブン、5弦ルートの Cm7、 これをマイナー7ルート3度5度マイナー7っていう、このマイナーセブンスの構成音、オルタネートピッキングでね、あとは、メジャーセブンス、これですね。でセブンス、まあ、ちょっとスイープっぽくやるとね、こういうフレーズになります。なのでこの形を覚えて、まあ、いろんなところで、これマイナーセブンだったら、あとメジャーセブン、しっかり右手をオルタネートを守って、セブンスだったらこういうようにやったりします。まあ、なんでこういうのをやるのか、まあ、もちろんいろんなスケール、さっきのドレミファソラシドみたいにスケール練習も大事だと思うんですけれども、いざ本番になった時に、何かじゃあこのコード進行に合わせてギターソロを弾いてくれって言われた時ね、多分お仕事でもあると思うんですけれども、スケールだとやっぱりその場でコード進行であったりキーを把握して、音楽理論的に解釈をして、あこのスケールを使おうとか、このスケールでここでスケールチェンジをしてっていうことをいろいろ考えなきゃいけないんですけれども、コードトーンを把握しているとバックになっているコードトーンをなぞるだけで、まあ、その場は回避できるんですよね。なので僕はこういう練習をよくしています。バックでセブンスで、C7 が流れていたら、こういう感じに弾けるわけですね。スケールではなくコードと、こういう感じに弾けるので音外れるってことは絶対ないですよ。ですけど C7D7E7 というコード進行があったとしましょう。まあ、音楽理論的にこれ解釈するの結構大変ですけど、こういうコード進行があったらそれに合わせて、みたいな、こういう風にスケールではなくてコードトーンでソロが回避できたりするので、コードトーンの練習はめちゃくちゃ僕やってます。ぜひ練習してみてください。タブ譜ものっけようかな、知りたい人いますよね。タブ譜もし欲しい人いたらコメントください。とりあえずこのタブはめんどくさがっちゃってる。まあでもいっか。まあでも必要な人にねあげたいしね、言ってください。まあこういうね、まあスイープと一緒ですよね。
よくリッチーコッツェンとかおしゃれなスイープ。よくあるのも。これがよくあるんだけど、これなんかね、まあ3音だと、まあちょっと、なんつうのかな。普通すぎるんだよね。なのでちょっとニュアンスを変えたいとなったらやっぱマイナーセブンにしたりメジャーセブンにしたりセブンス、にしてみたりとか、することで結構、違うというか、あのちょっと違うフレーズが弾けると思うので、おすすめです。なのでぜひやってみてください。ということで、今日はですね、僕なりの、ウォーミングアップフレーズということで、ドレミファソラシドと、あとは今のコードとこの2つの紹介でした。少しでも役に立ったなと思ったらぜひ高評価の方お願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひお願いしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。